トヨタ自動車機はきょう、フォークリフトの排ガスデータを不正に算出して国に報告していたとして、対象となるフォークリフトの出荷を停止し、社内調査を始めました。今回、不正が発覚したのは、一定期間利用し、経年劣化したエンジンの排ガスの数値で、ことし2月末までに販売したディーゼルエンジンを搭載した2機種と、ガソリンエンジンを搭載した1機種です。 経年劣化を想定したエンジンの排ガスは、実際に運転した後に計測したデータに基づいて、数値を算出しなければなりませんが、この試験の手順に不正があったということですトヨタ自動食器は対象ととなるる車種のリコールを進めることにしています。